次は、ヘジテーションっていう技術をやります。ヘジテーションっていうのは、躊躇するとかっていう意味があります。まっすぐ進んでいくときに行くのやめるよってディフェンス見せといてまた行く、こういう技術をヘジテーションって言いますから、今実際にやってみましょう。ディフェンスがついてきたなと思ったらドリブルで進むのをやめます。躊躇します。でディフェンスがやめた瞬間にまた行く。ポイントとしてはこうドリブルをしていってドリブルをやめた、でディフェンスもやめた、お互いにやめた後もう一回行くとこれ動き合っちゃいますから、ディフェンスがこう進むスピードを止め始めで、やめ始めに逆をつくような感じで、ディフェンスの中心の移動をよく見てください。特にぴったりくっついて頑張ってくるディフェンスに対しては有効です。そう、ディフェンスが前に出たから止まるんじゃなくて、並んでる時に止まるので、やめるぞって振りをちょっとだけ入れる、その時にピタッ、そういうイメージだな。